8月6日土曜日12時から放送の情報番組土曜はカラフル東京 MX に俳優の成田凌と前田敦子が VTR 出演。8月5日金曜日公開の映画コンビニエンスストーリーで共演する2人に映画の魅力やプライベートを取材、もしあったら高いお金を払っても買いたいものやもう一度行きたい海外スポットを赤裸々に明かす。成田凌の意外な願望、そして前田敦子の直したい癖とは。作品は売れない若手脚本家の男性と不思議なコンビニで働く既婚者の女性を中心に描かれるコンビニを入り口としたちょっと異世界アドベンチャー。また8月5日金曜日に公開する映画プアン友達と呼ばせてもピックアップ、主演を務めたタイの人気俳優トータナポップと世界的に活躍するモデルで俳優のアイスナッタラットが番組へ映画の見どころをコメントする。バッドジーニアス危険な天才たちで注目を集めたタイのバズ・プーンピリア監督が余命宣告を受けた男と親友の旅を描いた人間ドラマ。この日のゲストにはロシア人の両親を持つ在日外国人でタレントして多くのメディアで活躍中のオバラブラスが出演。歯に衣着せぬコメントで人気のオバラブラスと MC アンミカとの生トークに注目。また、タレントのクリス松村、8月のマンスリーアシスタントとして俳優で歌手の内博樹が出演する。番組では、寝苦しい夏に必見、世界に目を向けた快眠術を特集。世界各国の快眠術を街頭取材、フランス発の最新快眠アイテムや原宿にある仮眠スポットとは、さらにカラフルメンバーの睡眠事情が明らかに、料理コーナー、ショータイム、簡単カラフルクッキングから生まれたレシピ本、土曜はカラフル。即美味しい、イッツショータイム、レシピが8月8日に発売。番組で実証済みの3分レシピ100個が収録。全国書店のほか、宝島チャンネル、Amazon などのオンライン書店でも発売する。現在予約受付中、土曜はカラフルは、贅沢でワールドワイドな情報番組をコンセプトに知って得するトピックをお届けする。